JJ の元ネタになった、ネリマザファッカーのラッパーの DO さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、もうちょっとふと気になって、あの方ラッパーだから、僕あの方好きなんですよね。だからちょっとこう、ふと今何やってんだろうと思って調べてみたら、一月前にコカイン所持で逮捕されてました。薬ダメ、絶対、免。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はですね、こちらのスピナーについての動画の方を撮っていきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。まあ、スピナー、ちょっと前に動画出したよね。まあ、こちらの方、かなり、まあ、今、レアキャラって思った方もいると思うんですけれども、このキャラクターめちゃくちゃ独特な能力を持ってて、それがこちら、一浴び、スピンアップ。効果中ターン進行時攻撃行動を2回行うっていう、まあ、単純に攻撃力が2倍のキャラクターなんですよ。やばくないですか？攻撃力が2倍っていう、まあ、めちゃくちゃなキャラクターなんだけど、ただデメリットを持ってると。まず、レアキャラっていうことで3アビ目がないんですよ。3アビ目がないことと、サポートアビリティでダメージが減少するっていう。まあ、その代わり敵のターゲットにされづらいよっていうような効果を持ってるんだけど、攻撃力がめちゃくちゃ低いんですよね。ということで、まあ、普通の状態、例えばだけど、ユグマグ HL とかに持ってこうかなみたいな感じで持ってくには、ちょっとこう、パワーが不足してた。ですよね。僕は昔言ったんですよ。古戦場だったらもしかしたら使えるかもしれませんねっていう風に言ったんですけど、今回古戦場が来たっていうことで、スピナーの火力バチ上げ編成で、ちょっと古戦場の90ヘルに挑戦してみようかなっていう風に思います。よろしくお願いいたします。で、まずはじゃあ、スピナーの攻撃力っていうのを見てみましょうか。普通の状態の攻撃力ね。普通の状態の攻撃力としては、まあ、こちら編成がティアマトの10編成なんですよ。ことがない編成なんだけど、普通に殴ってみますね。13万、10万なんだけど、今スピナーのダメージ見ました。スピナーのダメージっていうのは、ククルとか、イルザ方式で攻撃力がダメージが一発分が3分割されますよっていうような感じになってんだけど、それでも素ダメージが2万2万2万で6万なんですよ。他のキャラクターが10万出してる中で2万ぐらいしか出ない。まあレアキャラっていうことでレベルが低いから攻撃力ステータスが低いっていうことと、まあそこもあって火力が低いんですよね。ただその代わり爆発力はすごい。まあこれ1アビがターン中2回行動を行うよっていうような効果で、2アビの方が連続攻撃確率が上がる代わりに自分の HP が減るよっていうような効果なんだけど、これで試しに殴ってみますね。こんな感じでトリプルアタック2回とかやるんですよ。まあ、そんな感じなんでね、まあ、火力さえ補えれば、火力さえなんとかなるのであればどうにかなるんじゃね。ってことは、それを一番やりやすいのは、ダンバフとか、パターン化、攻撃のパターン化を組みやすい古戦場ではないかなっていうような感じでございます。まあ、そんな感じでね、今回は火力を上げる編成っていうことで、リミロゼコルワ、リミテッドロゼッタとコルワを用いて、スピナーの火力をバチバチ底上げをすれば、まあ、こんな感じのティアマト10の編成でも、いい感じに火力が出て、すごい使いやすいんじゃねえ説っていうのをちょっとやっていければなというふうに思います。まあ、編成的には先ほど言ったようにコルワとロゼッタ。で、スピナーがね、サポートアビリティで敵のターゲットにされづらいっていうことから、まあ、コルワとロゼッタにダメージが行きやすい。ここら辺の攻撃力も上げやすいっていう相乗効果もあるんですよ。で、メイン武器はね、実はベルセルクでオメガ剣っていうのが多分一番いいんですよね。ベルセルクオメガ剣がこの場合だといいんですけど、まあ、残念ながら僕風オメガ剣を持ってないっていうことで、カオスルーダーでアンプレアマブレ、こちらの2つでやっていきたいなというふうに思います。まあ、火力的にどうなのか、これで減衰出るなら2回行動でめちゃくちゃ使えるから、まあ、そこら辺もね見ていければなっていうふうに思います。それじゃあ行ってみましょう。レッツゴー。さあ来ました、テスカトリポカ。話しましょう。グリームニルの効果で、バリアをやると相手のデバフがかからないんで。あ、でもこうやってバリアを張っちゃうと、あれか。は、そうか。結界効果とかが消えるんだ。あー、なるほど。まずはね、こちらのバラの結界の方を貯めて、もうスピナーは早々に起動させちゃいましょうか。これで、まずはとりあえず殴ると。様子を見る感じですね。さて、220万。まあやっぱ攻撃力的には15万ぐらいしかまだやっぱ出てないんだ。いいですね、フィルの溜まり方。いいよいいよ。これが狙ってた敵耐心ダウンプラス、まあ、リミロゼ敵耐心アップとかも込みで、まあ、火力的に、ターゲット集中的にはね、こっちの、これが強い。さあ、いいね、もう早々に奥義を打っていく。いいよいいよ。あ、すごい、いい、これはリミロゼコルワにめちゃくちゃ耐え集中してる。
で、ただもう一段砂繰りしましょうか、ホルワは。これでフィルが、よし。これで、結界3だもんね。結界3、フィルが、5なので、これで、コルワとリミドズに攻撃いったらめちゃくちゃうまい。あ、いいね。特殊技来た。これで最高の状態になる。はい。まあ、これでね、グリームニルを使ってしまうと、さっきのようにね、デバフでちょっと見せてしまうんで、ただ、これで、結界を5にします。結界を5にして、フィルは9。最高の状態。フィル9プラス、結界を解放。で、奥義を打ちます。いきますよ。おー、強い、ダメージ的にも高い。ブランシュフィルを使って、攻撃力上昇。これが今最強の状態。ちょっと通常攻撃を、バラの結界を展開して、そうですね、バラの結界展開して、砂繰りしましょう。いきます。最強ボード、スピナー、パワー、これが力だ！いけ !65 万、56万からの、お今さ、28万見えなかった？え、28万って3倍したらやばないっすか？え、こんな火力出るの？すごくない？めちゃくちゃ火力出てるじゃん。ちょっと奥義打ちます。あ、これ幻影剥がしましょうか。幻影をこれで剥がして。よし。え、そんな出る？ちょっと奥義ダメ見てみようか。240万。主人、R キャラだから奥義ダメージとかも足りないんですよね。でも190万ぐらい出るんだ。え、すごくない？だってこれ HP8 割ぐらいだよ。しかもティア10編成だよ、これ。え、すごいな。めちゃくちゃ火力出るじゃん。最後の輝き見せてもらおうか。行きなさい。やっておしまいなさい、スピナーさん。あ、全然。強っ！はい、ということで装備の方を僕がガチでやる時の編成にしました。まあ、これで HP とかもある程度盛りつつ、渾身もついてるから基礎火力も高い、クリティカルも出る。先ほどよりももっと高い火力を出すことができるんじゃねえかなっていう風に思います。まあ、こちらの方使った時にスピナーどうなるかちょっと試してみましょう。それでは行ってみましょう。こちら、真の姿。スピナーの真の姿というものをお見せしていきましょう。行くぜ。攻撃ダウン、防御ダウン入って、あ、防御ダウン見せて。雨ぶれを見せる男、幸先が悪い。いや、だがいける。俺たちはいける。そうだろ、スピナー。回転の力見せてやろうぜ。うん。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ。いや、逆に言うと、スピナーの最強状態のところを簡単にお見せしやすいってところでもあるんで。ここで、ニアビを使いましょう。オーケーオーケーオーケー。いいよいいよ。で、ほいほいほい。コルワにダメいってほしい。うん、いかないか。で、これで相手のチャージ弾がマックスになった。うん。まあ問題ないね。もう一段殴れれば、オーケーオーケー。で、これでフィルも溜まってっていう動きができるから、これはかなり美味しい。よし。だからやっぱ扇ダメが60万しか出てないところから、まだちょっとこう火力的なね、足りなさをちょっと、垣間見えるんじゃねえかなって思うんだけど、で 75% フィル7か、これは1ターン待ちましょうか。そうですね、1ターン待って、これリミロゼを切らない。そうですね、これ1ターン殴ります。はい、これで 75% になって全体攻撃を食らうから、オッケー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 。これ全体攻撃を食らうと。準備完了。フィルが9になって、フィル10になって、火力は最高潮。よし。で、結界5になって、フィルを起動、フィル1アビを起動する。よし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 。これで火力も最強状態になったスーパースピナーが誕生したわけ。アーマーブレイクがあれば、あとは。さあ、奥義ダメージは先ほど60万だったのが110万まで上昇した。通常攻撃は90万まで上がりましたね。これは熱い。さらにここから全体の通常後陣バフも入ってるから、これは来てしまうぞ。ハイパースピナー来てしまうぞ。で、アマブレ2を入れて、奥義、お、アマブレも入った。これ最強状態。これマジでの最強状態。マジの最強状態です、スピナーが。いきます。これが最強のスピナーだ。いけ !67 万、58万。20万だから今60万ぐらい出てるんじゃない？ちょっともう一回殴りたいね。もう一回殴ろう。オッケーオッケー。もう一回殴ってみましょう。もう一回殴ったらこれわかる。奥義ダメージでわかる。
さあ幻影で主人公は、まあ、これ主人公捨て鉢だからで、ここからダメが入る。さあツイスト&カットのダメは216万。あすごい、もう他のキャラクターともう変わらない、 SSR キャラクターと変わらないほどの奥義ダメージを出せるまでになってんだ。これは来てますよ、スピナー。どうですか、皆さん。この最強状態スピナー。確かに皆さん今思ったでしょ。90ヒルじゃ使えないかなって。確かにそうかもしれない。でも、ここから先、95ヘル、100ヘルになった時に、このスピナー、他のキャラクターと同じように通常減衰出しながら、常にアンリエットの一アビ、フィランソロピーがかかった状態、ザ・サンの召喚効果を受け続けた状態と言っても過言ではない。そんなパワーを出せるキャラクター、スピナー。これ、本当に使うのありなんじゃない？ちょっと俺95ヘルで使えますわ。皆さん今ちょっとさ、懐疑的でしょ？本当に？ちょっとなんかこう言ってんでしょ？みたいな思ってるかもしれないね。俺ちょっと95ヘルで、じゃあこのリミロゼコルワスピナーで決めて、ちょっと皆さんにこの度肝を抜かすんで。しかもまだね、ダンバフも入ってない状態。ダンバフが入ればさらに別枠で火力が上昇する。これは、スピナーありますわ。ということでね。まあ僕は、まあ基本的にもちろんネタ寄りではあると思うんですけど、面白い編成だと思うんでね。ちょっと僕は95ヘルで試してみたいなというふうに思います。明日を楽しみにお待ちください。そんな感じで、スピナー試しに使ってみた動画でした。皆さんの参考になれば幸いです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。